全母 ST1 はデンマークの自動車メーカーである全母オートモーティブが製造・販売しているスーパーカーである。2013年11月に行われたドバイモーターショーで量産モデルが初公開され、ヨーロッパでは翌2014年3月のジュネーブモーターショーが初公開となった。イギリスでの価格は66万ポンドと公表された。 約83万ユーロの価格で販売する。0時速1 0 0トルの加速時間は3秒で、グンペルトアポロやケーニングセグアゲーラ R などと同程度の数値となっている。最高速度はリミッター作動時でも時速3 7 5トルであり、世界でもトップレベルの数値を誇っている。6800cc の V 型8、気筒 d o、OH、HC。 ツインチャージャーエンジンを搭載し、スペックは最高出力が 1101PS、6900rpm、最大トルクが 145.8kgfm、4500rpm である。組み合わせられるトランスミッションは7速のノンシンクロトランスミッションのみである。ブレーキは直径 360mm のカーボンセラミック製のベンチレーテッドディスクブレーキが装着され、 キャリパーは6ピストンである。ホイールはセンターロックの単造アルミホイールが装備され、タイヤサイズはフロントが275、35、ZR19、リアが345、30、ZR20 である。ありがとうございます。